はいどうも、妖怪三国志国取りをず今回もやっていきます。更新情報ね、来ましたね。メンテナンスで一部のね小生ランク妖怪の能力の見直しということと、地方統一記念ガシャの追加、地方統一記念パックの追加ということで、ガシャあるんかな。補足、一部小生ランク妖怪の能力見直し、2点でイベント終了後は特殊ボーナスがなく使用機会が少ない。そうだね、そもそも育成が困難で仲間になっても編成しづらい。そうだねということで見直し、レベル60限界突破レベル1の、状態の能力を強化したと。なるほど、一突の時点のやつを強化で、最大強化時レベル110超限界突破レベル10時の能力は変更しないということで、なるほどね、最初のレベル60を強化したっていうことですかね。そして今回強化してない妖怪についても今後定期的に能力の見直しを行う。なるほど、で育てやすさは変わんないのかな。次は11月25日近いじゃんまたアップするんだ。そして対象の妖怪は、あらあら、駒川ちゃんもそうなの駒川ちゃんちょっと前の能力めちゃめちゃ強くなったじゃん。何これ、ちょっとじゃないよ8000になったの。何これ、超強いじゃん。こんなにパワーアップすんの。8000ってすごくない。あ、駒川ちゃんだけか。あー、びっくりした。駒川ちゃん、8000って何ん、ちょっとなんかこの表記だとよくわかんないな。とりあえずこれ表記間違いじゃねえかなと思う。さすがに8000ほどアップしてないと思うからな。戦力なんか違うんじゃないかな。これは5650が5800になったんじゃないかなと思われる。あー、びっくりした。そしてヌラリがね、そうだよね、やっぱりそう、運営さんここね記載ミスってますよ。8000じゃないよね、5650が5800だよね。はい、そしてね、小生ヌラリ、やっぱ小生ヌラリ上がった。5400、4600が5400、これもいいよね。まあちょっとただね、食わさなきゃいけないので、あ、俺持ってる生ハゲが上がりました。戦力5000、800も戦力が上がりました。なるほどね、草薙も持ってる、やったやったやった、パワーアップだ、パワーアップ嬉しいな。戦力5000、みんなだいたい戦力、あのすき焼きいっぱい食わせ、お腹いっぱい食わせればね、戦力5000。あ、読み元帥超強くなってくれた、これは嬉しい。小生読み元帥強くなりましたよ皆さん。私も持ってるんですこれ、後でちょっと見ましょうか。大津の神も持ってる、やった、持ってるんだ、ばっかりだ4200が5000になりました。なるほどね、あー、百鬼姫は持ってないけど、やっぱこれも5000、みんな5000になった感じだね。吹雪姫、これね、なぜか良い取り付く打ち消しのない吹雪姫。そしてこれはね強いよね、花崗園ね、小生花崗園、あ、花崗豚がね、強く、水湖花崗豚がねすごい強いしね。そして今回大活躍しましたね、虫歯伯爵小生ね、第一形態大活躍、これも3400からね5000ということで、いいじゃない。私3体持ってるやつが更新されたんで、まだ今後もねあるみたいなんで期待したいですね。これはいいですね。なるほどなるほど、いいじゃないですか。あんなに弱かった草薙が強くなってくれて、これでも合成したくなくなっちゃうかな。そしてなんかパックを、この辺のポップアップしてくれるの嬉しいよな。そしてあれ、これ見したっけ、討伐戦の方ね、なんか一応更新あって、アイテム配布がねまた来てくれました。展開もあったよね。そしてボスに与えるダメージがアップ、あ、なるほど、やっぱりちょっとねレベル50やばいなと思ってたんでね、ダメージがアップするけど、セッションポイントはアップしないってことで、あ、まあ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 50ねたどり着いてくれればそれでいいって感じだね。あ、セッション38終了、1000以内ギリギリ入れなかった。極生ハゲは、あ、セーラーニャンがいいな。もうちょっと極生ハゲ無理っぽい、自分は無理っぽいってもう言っちゃった。あ、やった、セーラーニャンゲット、これで10突できて根変化できるかな。うん、いいね。はい、そんな感じでね、ちょっと極生ハゲ厳しいかもしれない。そして
なんか記念パック120円、これはちょっと買っちゃおうかな。120円、無料報酬なんだ。まあ別にいいけど、100個あったらいいな。これちょっとなんかお一人様1個までなるほどね。まあちょっと来月になったら来ないか。いつまでやるってんだろう。もう今月の分はもうあれ120円使っちゃったからな。いつまでなんだろうな。うん、なんかね、これ購入特典がね12月からまたあるから、その時12月に使いたいかな120円だけどね。はい、草薙確かに強くなりましたね。4500までね行ってます。こいつ良い取り付く打ち消しなんで、こいつ使えるのはねすごいありがたいです。全体痛まし容器上昇、まあ単体なんだからね、白虎がいるから正直うーんって感じだけど、あと生ハゲ超高速妖怪生ハゲさんもね強くなってくれました。4400、これもねちょっとね食い物与えてないからねまだまだこれなんだけど、これもうんいい感じですね。そしてちょうど私持ってんのばっかりでラッキーだったんだけど、大津野神さんどこだ、大津野神さん、あとこいつ小生読み元帥、これもねまだレベル上げてないけど、うん、60いったら確実に強くなるんでありがたいね。これでちょっと使い勝手がかなり良くなってね。小生ってやっぱあれだよね、コーン2つつけれるからね、いいよね。そして小生音の神ね、これもはい強くなりましたんで、はい、いいと思います。ありがとう。次は11月25日です。はい、そしたらね、ガシャは、あ、超アップなんだ。お知らせはまた、更新が間に合ってないのか。うん。超アップになったんだね。なるほどね。超アップどんぐらいなんだろう。ちょっとうまく映んないんだけど、おそらく小生が 1% で、S ランクが 5%。で、駒川ちゃんが 0.75 に上がった分、他の小生妖怪が1万分の7って言って天文学的ではないんだけど、なんかすげえ数字になっちゃったな、この。すごい、1万分の7ってなんだよって感じで、多分今回のパワーアップ妖怪は一部だったんで、また11月25にね、この辺、ね、洞穴もいるし、ノルカとか、ね、この辺のイベント妖怪っていうのかな、そっちも、あとエンマもね上がるかっていうのを注目したいかなと思いますね。はい、ということでアーマーテラスがね 1% から 1.5% ということで、まあ、確かにね出現率アップみたいなんで、そうだな、せっかくの期待にね応えて、10連ねガシャ回したいなと思います。駒川ちゃんねこのイベントでね強い土が得意なんで、このイベントでねやりたいよね。せっかくパワーアップしてくれたしね、200ぐらいだけどね、戦力はねいいよね。ダメージアップとポイントアップ、ダメージダウンもあるか、金貨アップとかはないのか。はい、じゃあアーマーテラスもねいいよね。ただアーマーテラスね今来たらちょっと困るね。こんなことはちょっと想定してなくて、なんか追加ガシャでもあんのかなと思ってたんで、きらめきにエスコン全部使っちゃったんだよね。だからちょっとあなたが出たら困るな。レッツゴー。アーマーテラス出ないでよ、本当に。ウィフォー考えろ。OK。いいぞ。金は確定だ。やったー、決まったぜ。やっほー、駒川ちゃん、これで駒川ちゃんじゃなかったら1番分の7でしょ。これで駒川ちゃんじゃなかったら誰になるの、誰になる。よっしゃー、駒川ちゃんゲット。
確かに確率アップしてるぜ。よく来たズラね。あとは母ちゃんに任せるズラということでね、ずっとコマさんとコマ次郎にね、お前たちの兄弟よって、妹よ弟よって言ってて、ずっと嘘ついてたコマ母ちゃんに本当にね、コマミちゃんという、やったぜコマ母ちゃんゲット。はい、ということでね、来ましたよ皆さん、久しぶり。ちょっと11月に入って私のガシャひどかったですよね。これの前振りですよ。よろしければね、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで早速見ていきましょう。やったー。いや今月ね、ほんと9月10月が良すぎてどうなっちゃったのっていうとこあったんですけどね。素晴らしいね。ちょっとじゃあ強化しましょう。コマ母ちゃんのためにね、経験値玉いっぱい貯めといたんだよね。というより違います、月曜日なんで、皆さんね、ショップで買えますんで、ぜひねやりましょう。3500か。じゃグレードもね一気にいってみましょう。まあ、最近の妖怪なんでね、コマ母ちゃんでも顔が映りきってないね。よっしゃー、すき焼きもいらないということで4900、一気に来ました。ということで早速ね、もう使って終わりにしましょうか。ちょっとまた動画が長くなっちゃって申し訳ないな、そんな予定はなかったんだよ。ちょっともうコンもいいや。潜在能力はぶつかりダメージ 10% ダウン。晴れの時アップ、ちょうど今晴れでしたっけ、雨だよぶつかりダウンと、ぶつかりもう守りだよね。はい、じゃあ早速ねちょっと使って終わりにしましょう。コマ母ちゃんは誰クビにする、それはもちろんキリンだよ。キリンのコンを全部外して、ちょっとねレベルがねまだ上がりきってないんであれだけどね、ちょっと一回ごめんなさい。また長いよ。あ、3% があったのに。ちょっとねもう行っちゃいましょう。明日極長ハゲじゃなくて極生ハゲが超限界突破、10いけると思うので、いやーちょっと武将妖怪パワーアップを見るまでもなくコマ母ちゃんの方に行ってしまいました。ちょっとダメージもやっぱり上がってますね。ちょっとこの動画が取り切れるかが心配になってきた。いやちょっとドントッと行こうぜ。コマ母ちゃん過去があるんですね。なんかもう慌てちゃって超混乱も、そうこれ本当はね前衛ね避けた方がいいんだよね18000。コマ母ちゃん超強いわ。これで私このイベント500以内入れそうだね。コマ母ちゃんのカゴスキルは今後のちょっと国取りでもね活躍できそうですね。さあラスト、
まあこんな感じだね。金貨が3000まで行きましたね。だいぶだいぶポイントアップ、ダメージはね入るようになったね。7万8000か。まあ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 こんなもんかな。はい、じゃあ今回はこんな感じです。なんとね、ゲットできましたんで、またね、今後もちょっと検証していきたいと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。